はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。村長スタジオ、中の人です。今日は、スタジオワンの便利なチップスを2つ紹介しちゃいます。今日も、公式さんが動画をアップしていました。それは、どういうことかというと、今、私がやっているように、この先頭の方を1小節もしくは2小節ぐらい開けて、制作している人が案外多いです。 それはなぜかと言いますと曲が始まる前にトコトントコトコズンチャズンチャのように第1小節目より前にフィルがあってから入るような音楽の場合そういうことを考えてこのように隙間を作っている方が多いんだと思います。私もそうしていますそういう風にするときに困っちゃうことがありますよねそれはこのようにしているとイントロが終わって A メロのところが7小節から始まるように見えてしまうからです。これではうまく小節数が数えられないですよね。こんな時に今日公式さんが紹介していたのが上のメニューのソングからソング設定を選んでそしてこの真ん中あたりに小節オフセットというのがあります。ここでマイナス2という風に このように入力しておくと、スタートが1から始まるようになります。小節数が数えやすいですよね。一旦、これを戻します。私は、もっと便利に使っています。それは、今、再生カーソルを1と数えたいところに置いておきます。 そして、そこでルーラーのどこでもいいですので、右クリックをして、4段目のところに小説オフセットをカーソルに設定というのがあります。これを選ぶだけで、このようにスタート位置がちゃんと1になってくれます。これは便利ですね。ぜひとも覚えてくださいね。2つ目の便利な機能を説明します。 アレンジトラックというのは皆さんお使いでしょうかこれが表示されてない人は上のアイコンのところをクリックすると表示したり消したりすることができますそしてここに入力していくわけですちょっと新しい後ろのところに追加してみますその時はツールをペンに持ち替えてそこでこのように追加しますこの名前は勝手にバースとかなりますが変えたいとき どうしてますでしょうか。これは左の方のところで書き換えることもできます。その時はここでダブルクリックをして名前を変えればいいわけです。仮に C メロとしておきます。このように日本語を入れたら、必ず漢字モードを半角モードにしておくことを忘れないようにしてください。 そうしないとスタジオワンの他の便利な機能が使えなくって今、画面の左の上のほうに出てますようにおかしな文字が出るときがあります日本語モードになっているからですツールを選ぶときなんかも数字の123のキーでこのように変えれるようになりますうまく動作しないときは日本語モードになっているというときですこのように作れることがご理解できましたでしょうか 一旦消しておきます。そしてここでも変えることができます。それは右クリックをすることです。すると上に小さくバースという字が出ていますのでここをダブルクリックすると変えることができます。A メロとしておきます。通行ラス目ですので2としておくのもいいでしょう。そしてカラーを選ぶとこのように色を選ぶようになります。ここも変えてみましょう。 びっくりしましたね。これはここをダブルクリックしたからです。これを右クリックしましたら、ここでコーラスというのをサビと入れ替えます。そして、色も変えてみましょう。このようにできます。びっくりしましたけれども、スタジオワンではこのアレンジトラックというのは便利にできていまして、 再生をしたいときにアレンジバーをクリックするとそこから再生ができますはい。今 お気づきになりましたでしょうかダブルクリックをしてもすぐにはそのセクションはスタートしません必ず小説の切りのいいところから再生されるようになりますもう一度やってみますはいこのアレンジトラックというのはとっても便利にできていますそして 例えば、A メロとサビの間に、B メロを作りたかったけど、どうしようかなと思った時、その時は、このアレンジトラックが、とっても便利に使えます。それは、このように、後ろ側を全部選択することです。そして8小節、後ろにやりたかったら、ここの21小節のところまで、このように後ろに下げることです。 すると、簡単に移動ができます。便利ですよね。アレンジトラックを設定していないと、どのようにしようか迷ってしまいますよね。ブロック単位で動かせますので、一つだけ選んだときは、このように後ろに入れ替えることもできます。こうして、アレンジトラックを便利に使ってください。今日は、とっても便利な2つのチップスを、皆さんにご紹介しました。 楽しい dtm ライフになりますように、私も応援しています。村長スタジオ中の人でした。